ははい、えー、皆さんこんこにちはあ今日はですね今年の科学ニュースを振り返るということで、えーまあ、YouTube 配信したいと思ってるんですが実際には昨日、まあ、あ10人以上の方が集まってですねこの23年の科学を振り返るっていう,う、まあ、皆さんでいろんな議論をしたわけですがその時にですね 残念ながら録音を忘れてまして本来ならその議論も含めて皆さんに YouTube 配信する予定でしたが、えー、その代わりにですね、えー、今日はこのお議論したあ元の今年の23年のニュースについてだけ私が解説して YouTube 配信に変えたいと思います。 本当に申し訳なかったと思いますけれども、まあ、あの23年のニュースだけでもなかなか面白い、えー、いろんな重要な話をお伝えできると思いますのでぜひお聞きくださいでは、まあ、あファイルを共有しますで、えっとまあ、ここにあるのがあのタイトルですけれども実際に議論したのはですねこのサイエンス史と それから、ネイチャー誌の選んだあ、まあ、いろんなニュースありますね。サイエンスのニュースですから、基本的には生命科学だけではありませんが、この中から生命科学を選んでですね、で、議論したわけです。で、サイエンスが今年の生命科学のニュースとして選んだのが、この GLP1 ドラッグ。 それから、まあ、皆さんもよくご存知のアルツハイマー薬。それから、サイエンスはアメリカの、まあ、科学界の雑誌ですので、アメリカ大陸にホモ・サピエンスがあどう上陸してきたのかっていう問題についての考古学的な研究。それから、これちょっと間違ってますけれども、マラリアのワクチンですね。 ワクチンについての、えー、研究、まあ、これが今年初めて、えー、有効であるということが判定されたので、まあ、今後、マラリアについて新しい時代が来るんではないかと期待されているわけです。で一方、方ネイチャーののを見ますとやはりこの GLP ドラッグっていうのは共通ですそれからもう一つマラリアワクチンっていうのも共通なんですね。でそれ以外に選ばれたのが、まあ、今あ大阪大学にいる林さんのオスの細胞からあまあ実際には一匹のオスの細胞からえ子供を作るというまあちょっと慣れ技の話。 でこれはまあ倫理的にもいいいろんんな問題ががあるととうで選だ思いますそれからもう一つはあのこれがどうして選ばれたのかちょっとよくわからないですが ADC と言われるまあ後で解説する新しいがんに対する方法治療方法を挙げていますでそれ以外はあまあ気候変動であったりそれから天文学であったり物理学であったりするのでまあ,あの私の範囲を超えているということでここは スキップさせていただきますでまずこの両方に選ばれた GLP ドラッグそれからマラリアワクチンについて紹介したいと思います。であの実際にですねこれ NatureBiotech っていう雑誌もですねやっぱり GLP ドラッグが1位に来てますね。で GLP ドラッグって何かっていうとですね あのもう皆さんは新聞報道なのでこの痩せ薬っていう形でご存知ではないかと思いますね。でネイチャーはですねこの GLP の研究を始めたまあパイアニアとして、まあ、この方をわざわざあ写真付きで紹介してるわけですけれどもこの g l p 1ドラッグっていうのは 基本的には痩せ薬として開発されたのではなく消化管ホルモンとして実際に開発されてきたんですね。ところが、まあ、この23年の間にです、ね、私もホームページに紹介したようにこのお消化管ホルモンによるさまざまな病気特に糖尿病の治療だけではなくて肥満に、えー、極めて高い効果 を示すすとということをが、まあ、あの知見で大規模知見ででかってきたわけですねで実際医者の目から見るとですね本当にあのインシュリン抵抗性も、えー、あの改善し,してもうなんか悪いところがないというぐらいなんか本当にいい痩せ方ができるということで多分専門家としてちょっと太っておったらですね ぜひ使ってみようかなと思うぐらいの知見データだったんですねで驚くことにですね、えー、実際にこの朝日新聞のデジタル版を見てみると東大病院の研修医の方がですねこれ多分あの東大病院の先生聞くと自分で自分の処方ができませんから多分二人っていうのは相互に処方し合ったんでしょうねやっぱり自分も痩せたいということで まあ、あの病気を装って糖尿病薬を入手した、えー、ということで、まあ、注意を受けたっていう話は載っていますけれども、僕はあのこれ自身あの、もちろんいいことではないですが、3もありなんと思うぐらい、あの医者から見て、えー、なかなか魅力的な、えーまあ、肥満に対する治療薬として、えー、見えるんだろうと思いますね。 でその結果、今や日本でも、まあ、世界中でこのお薬が、えー、手に入らなくなってきているということが、まあ、あ分かっています。で、それはどういうお薬なのかというのをもうちょっと解説するとですね、この、まあ、GLP ドラッグが研究始まったのは1980年代で、これは先ほど申し上げたように、 物を食べた時に消化管からあその全体の代謝消化を調節する一つのホルモンとして、えー、あの研究され始めたんですねで実際に消化管で、えーえー、分泌されたこのホルモンはあっという間に分解されて極めてショートアクティングな、えー、GLP1 というのは分子です。 でところがあ実際にこれがインシュリン分泌を、まあ、高めるということは分かっていたので当然糖尿病の治療に使えないかとインシュリンを使うより前の治療に使えるんではないかということで最初に出たのはです、ね、この短い寿命の、えー、GLP1 の分解を止めるお薬で GLP1 の、まあ、機能を 長続きさそうという、えー、方法の糖尿病薬は実際に2005年ぐらいから使われるようになりました。でその後、えーまあ、あの実際に GLP1 そのものを皮下、ま、注射するっていう方法がどんどん進んでいってですねで今ではやっぱり長い糖尿病に,については えー、長い使用経験があって最初懸念されていたような安全性の問題とかそういうことがほとんどないと。<laughs> でしかも糖尿病の患者さんの治療の中からこの体重を低下させていわゆるダイエットで今までやっていた部分をこれ自身があ十分果たせるっていうことが分かってきたんですね。 じゃあ糖尿病でなくても肥満にも使えるんじゃないかということでこの、まあ、あセマグルタイドっていう,、まあ、う,う GLP1 を、えー、皮下注射してですね、えー、実際に肥満が改善するかどうかっていう研究が行われます、まあ。それもいくつかのお薬が開発されて行われるんですけれども。 実際に去年の10月くらいでしたかね、ニューイングランド・ジャーナルに,あにもうちょっと前かな、えー、出た論文、私も読みましたけども、もう本当に、あのー、もうダイエットはいらんの違うかと思うぐらい、まあ、いい成績が出ているわけですねで。ただちょっとここで注意として言っておかないといかんのは、 えー、糖尿病といっても、特にインシュリン分泌に関しては、日本人や、まあ、あのヨーロッパの方とはかなりいろいろ遺伝的にも違いがあるので、まあ、これに関してはやっぱ日本人でもきちっと、えー、本当に大丈夫か、副作用はないかということを確認する必要があると思います。でところがです、ね、そういうこととは別に、もう一つ大きな変化がです、ね、このペプチド薬。 ペプチド薬はですね、普通、まあ、消化管に飲んで入れるとですね、完全に分解されるはずなんですが、このペプチド薬を、しょまあ、要するに経口投与可能にするという技術が生まれたんですね。で、これはノボノールディスクというデンマークの会社が、まあ、中心になって、実際にここに書いてあるオーラルの 蛍光投与可能なセマグルタイト度が開発されるわけです。で、これはすごいテクノロジーでですね。<laughs> 実際にどうしてこのノボドールディスクがこれを可能にしたのかっていうと、えーえー、インシュリンをですね、蛍光投与できないかっていうことを彼らもせかなり早くからずっとやってますで。インシュリンもペプチドですので。 このインシュリンのペプチドをどう変えると消化管から吸収されてですね、で、門脈に入って、えー、肝臓に効くか、まあ、全身に効くかっていう研究を続けるんですね。で、あの実際に、まあ、アミノ酸に就職を加えるっていうことで、 えーまあ、これ、えー、スナックって呼んでるんですけども、そういうアミノ酸を使うことで、最終的に、えー、バイオアベイレビリティと言いますけれども、大体いい消化管から2割から4割の、えー、ペプチドを血中に、えー、到達させることができるっていう、まあ、研究が進んだわけですね。で インシュリンに関してはです、ね、実際に1900、ごめんなさい、2019年に、えー、フェーズ2の治験が終わってです、ねえー、完全に十分効果があるということは確認されるんですけれども、しかし、まあ、ノモドルデスクが一般に提供している注射型のインシュリンと比べるとですね、 特に変化がないで、値段も高いっていうことで、実際にこれをもう一般に使うことはやめるということをまあ宣言しました。これはまあ、効いたものをまあお薬にしなかった例の一つなんですけれども、でただその技術をですね、この狭ぐる態度に適用するとですね、この GLP1 の消化管ホルモンをなんと、 経口、えー、投与可能にするということができるようになったんですね。でそうするとお医者さんに行かずにですね毎日1回これ大量のお水と一緒に、まあ、胃の中で吸収するという、まあ、しかもこのカプセルの内容物もについてもいろんなあ重要な変化を持った、まあ、テクノロジーの塊なんですけどもこれが可能になったおかげでまあ一 一般の人が簡単にこれを歯科注射でなく、えー、実際に内服できるようになったっていうのが、まあ、今回の大ブレイクの大きな要因になってるんですね。で日本でもあの実際にオンライン診療などを通してですね、えー、まああまりいい診療 <laughs> きちっとした診断なしにどんどん使われるようになっているということで、かなり今、まあまあ、あの問題になっているそうですけれども、そういう意味で、えーまあ、今年の、えー、一番大きなニュースとしては、全く新しい抗肥満薬が出て、でそれがまあなんと世界中をに、世界に普及する。 大きなブロックバスターになりつつあるっていうことが、まあ、一番になってるわけですね。でこれはあのですから必ずこの裏にあるですね素晴らしいテクノロジーで後で癌の話でペプチドテクノロジーについてはもう少し話したいと思いますけれどももうあのそれも今年の自由のポイントであるということをお間理解していただければいいかなと思います。 で次が、あのー、マラリアワクチンなんですが、まあ、これはあのー、実際にですね、えー、かなり昔から開発されていました。ただ、使い方がよくわからなかったんですね。実際、マラリアっていうのは、細胞の中に原虫が入りますから、免疫ができてもなかなか退治できないということで、これはワク,ワクチンと、 それから、えーまああの、ケモプリベンションといいますけれども、実際のマラリアに対する、まあ、お薬ですね、これをうまく組み合わせることによって、まあ、一定の、まあ、かなりあのお多くの人の感染を防ぐことができるということが分かってです、ね、WHO もこのワクチンは希望、期待ができるということを宣言しています。 ですから、今年はワク,、まあ、ワクチンと、えー、それからお薬をベースにしたマラリアの、まあ、制圧の第一歩になるのではないかと、医学では考えられていてですね、まあ、これが、まあ、大きな、えーまあ、ニュースとして駆け巡ったと思います。で、実際にですね、ちょっとあの聞いたところによると、 えー、今年、えー、まあずっとかえあの私たちも何回かーホームページで紹介しましたが、来年からですね、このワクチンとともに、えーまあ、熱帯の蚊ですね、えー、モスキートの、えーまあを不妊にするプロジェクトっていうのが、治験が始まるそうです。で実際にはです、ね、蚊を離して えー、その蚊から決してオスが生まれてこないっていうようなあのテクノロジーがあるんですけどそれを使って、えーまあ、あの蚊全体を殺虫剤なしに撲滅するという方法で、まあ、これが実際に働けるようになるとですねこれは多分今マラリアだけでなくて蚊が媒介するデング熱や さまざ、あ、まな病気ですねで。こういうものをある程度お、まあ、制圧することができるんではないかと期待して、そういうことで、今年のニュースに選ばれてるんだと思いますね。で、次がですね、えっと、せっかくなので、林さんのお仕事をお紹介したいと思います。で林さんっていうのは、えーまあ、実際に 理研の斉藤先生もここに入ってますけれども、斉藤先生のラボ出身で、えー、その後、まああ、九州大学ですね、九州大学の教授、それから現在は大阪大学の教授で、この、えー、ES 細胞や iPS 細胞から、 精子や卵子を作る特に卵子を作るという研究では、まあ、あの世界一の、まあ、研究をしている人だと思っていただいていいと思います。でそれがですね今年3月あ僕も読みましたけれども、えーまあ、オスの iPS 細胞からあ ES 細胞でしたかね、ES 細胞から、えー、X 型すなわちメス オスの ES 細胞をメスと同じ性質を持った ES 細胞に1回作り直した上で、ここから卵子を作るということをやあのをに成功したわけですね。もともとこの Y 染色体があるということで、えー、当然、ここからその卵子ができなかったわけですけれども。 この X 染色体っていうのは、まあ、培養しているうちに邪魔でほとんど役に立たないので飛んでしまうことがある。で、その飛んでしまったあ <coughs>、まあ、ES 細胞をうもう一度ちょっといろんな処理をすることで、X 染色体を倍化させて、メスの ES 細胞と同じように、えー、変化させてから、 卵子を誘導するということに成功したわけです。で、そうするとですね、えー、オス由来の細胞が卵子になるわけですから、同じオスから精子を作って、えー、受精させると子どもができるということで、実際に子どもができたっていう話だと思います。で、まあ、これ、いろんなテクノロジーとしては面白いし、まあ、あのー、例えば、 ここで鳥染みとかですねあの、実際にそうですね、染色体過剰とかですね、そういう研究としても、なかなか重要なことが書いてあるんですが、やっぱり基本的にはオスとオスで子どもができたということが、まあ、騒がれているという状況になっていると思います。で、次ですが、えーねえっと、サイエンスですかね。えっと、サイエンス が選んだ、まあ、あ論文は、実際に論文が出たのは去年ですけれども、まあ、ニューイングランド・ジャーナルに、まあ、エーザイがあジェネンテックと一緒に、あのー、開発した、えー、このレカネマブですね、アルツハイマーに対するお薬は、 FDA それからもう日本でも承認されて年間300万という話になってますけれども実際には2019年のこの論文でこの抗体を使うことでほぼ完全に Aβ ですねアミロイドの沈着を阻害することができるということそれとともに完全ではないけれども少しこれが コントロールでこれがレカネマブ軍ですけれども少し病気の進行を遅らせることができるっていう話で、えー、まあ,あこの聞き方であれば承認してもいいだろうということになったわけですただやはりあの反対するお医者さんもいるしそれからどうしても一定の副作用がある萎縮であるとか出血であるとかいうことがあるために まあ、あの今も議論を呼んでいますけれども一つの考え方としては少なくとも、えー、アミロイドが沈着してその次の、えー、プロセスがスイッチが入るまでの段階であればですねすなわちアミロイドが主役の段階であればひょっとすれば、まあ、このアルツハイマー病を 抑えることができるんじゃないかという一つの希望を生んだことも確かで今後もうどういうふうに投与していくかどういう患者さんに投与すればもっともっと効果があるのかそれから一定の時間こうして、えーまあ、進行を遅らせることによって生まれてくる新しい治療可能性ですね。これを 早く開発していってくれればいいということで、まあ、このサイエンスもですねこれをきっかけに新しいいろんなお薬が開発されることを期待するということで、えー、実際に今年のニュースに選んでるんだと思いますで実際あの私のホームページでもですねたくさんのいろんなあ種ですねシーズを紹介してますけれども、まあ、私自身も あのアルツハイマー病に関して言うとどんどんいろんな新しい介入方法が開発されていくように思いますので、まあ、ぜひ期待したらいいんじゃないかというふうに思っています。でまあこれは飛ばしますけれども、まあ、もう一つサイエンスはですね、まあ、人類ホモ・サピエンスのことですがホモ・サピエンスはああの要するに ヨーロッパユーラシア大陸で生まれたあーホームサピエスがどういうふうにアメリカに渡ってきたかということで研究の進展があったので挙げていますけども、まあ、これはスキップします。で、もう一つサイエンスが挙げてるのがこの ADC っていう,う、まあ、方法によるがん治療なんですね。で、この ADC っていうのは何かっていいますと えーまあ、こ,のここに書いてあるアンティボディドラグコンジュゲートという意味です。でこれは抗体にお薬を結合させているっていう,う、まあ、治療方法でですね、えー、別にお薬でなくてもいろんなものを結合させてがんのところに、えー、濃度をあのいろんなお薬や、えー、例えば放射線の濃度を高めるっていうために使われています。 で実際にです、ね、日本でもこの研究は、えー、かなり進んでいてです、ね、例えば乳がんの治療法、まあ、これがあの方法の概略ですけれどもこういうふうに抗体にこのお薬を入れることによって細胞の中に取り込まれでそこで細胞の方を殺すということをやるわけですけれども。 えーまあ、割と我が国でも一番有名なのは、えー、っとどこでしたかね、えーっとおあ、これですね。第一三共が乳がん、A2 陽性の乳がんに、えーまあ、乳がんによく効くパクリタクセルというお薬をつけてですね、えー、まあ あ大変な大きな効果が得られたということで、えー、もう既に多く使われているお薬になっていると思います。ですから、なぜこの ADC が今回わざわざ選ばれたのかというのは、僕自身もよく分かりません、まあ。しかしながら、このように抗体を使って、えー、実際のがんに対するいろんな、あどうですかね。 毒素を濃度を高く入れてやるっていう方法は今後も発展していくと思います。でまあ僕らちょっと年寄りですから今覚えているのはですねこういう研究を最初にやられたのは実際にあの兄弟の中西先生が留学されていたアイラ・パスタンという、まあ、アメリカの人たちがこういう研究をいち早く続けていてですね で何度もおお、まあ、あんまりうまいこといかないんじゃないかっていう、まあ、あいろんな批判の中で、まあ、これぐらい多くのですねこれは全部知見でアップルーブされた f d l が、まあ、基本的にアップルーブした方法が今花開いてるというふうに考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、以上ががネイイチャーとサイエンスが選んだあ ニュースで,ですこ、ねまあ、今年はなんとなく少ししょぼい感じがするのでですね、まあ、最後、私が選んだいくつかのいちオシを紹介して終わりたいと思います。で、1つはですね、まあ、ともかく驚いたっていう話があります。で、それはですね、まあ、私も6回受けてますがえ、RNA ワクチンが実際には目的以外の抗原を 合成していたっていう可能性があイギリスのグループで、えー、指摘されたわけですね。で、なんでかっていうと、今年の多分ノーベル賞で、まあ、皆さん覚えているのは、そのシュードユリジン、RNA ワクチンに使われたシュードユリジンがあ実際に、えー、免疫、そうですね、自然免疫、いわゆる副作用を抑えて、 しかしタンパク質をちゃんと作ってくれるという発見に対して与えられたわけですね。で、その時にですね、そのもう一人のワックスマンさんでしたかですね、があ論文を出してるんですけれども、このシュードユリジンの RNA を使っても、時間かければ十分タンパク質が普通の RNA よりよりた,たくさん作られるということが、 ちゃんと示されていたので、まあそうだろうということで、で実際にこのシュードユリジンが、タンパク質を作るときの問題を起こすとは考えてなかったんですね。でところが、今回、新しくですね、それを検討し直した人がいて、実際にシュードユリジンがあるああのトラ RNA をですね、このトランスファー RNA と 物によっては相性が悪いとどうなるかっていうとそこで、えー、タンパク質の合成が止まってしまいますリョーゾーで,で止まってはいけないので、えー、それ以外の相性のいいものが寄ってきて、えー、そこにひっつくんですけどもひっつく時に そのコドンがずれてひっついてしまったトランスワーレネが使われたりするんですね、ある一定の確率で。で、そうなると、実際に今までこういうタンパク質の中から、こっから先は全然それとは違うタンパク質が作られてしまうということがわかったわけですね。実際にあの、えー、ワクチンを使ってですね、えー、どういうふうに、えー、その翻訳。 つまりタンパク質を作られるかって見るとコントロールと比べるとシュードユリジンが入っているとちょっとこう,こう黒いのが減ってるというのは止まっちゃうんですねで止まった後で実際にまた他のものが入ってくると、えー、1つフレームが崩壊れた違ったタンパク質ができてしまうで実際に違ったタンパク質をワクチンを受けた人は 作ってそれに対して免疫ができてるかっていうとですね、もちろん抗体ができるほどの長さのものではないんですけれども、短いペプチドができるので、それに対する T セルが誘導される可能性があります。で、実際、この RNA ワクチンを打ったイギリスの人たちの、まあ、一部の人にはですね、このように T セルの反応がちゃんと検出できるんですね。一方あのタンンパクク質ワクチンを あこの、まあ、ノババックスのやつですけども、あごめんなさい、これ、アデノウイルスワクチンですね、アデノウイルスワクチンを打った場合には、ほとんどこういう反応は起こらないということで、えーまあ、私も本当、驚いたですね。で、1つ言えることは、やはり完璧だと思っている科学の技術も常に問題はあるということです。で、えっと、幸いですね、ここでできたパプチド、全部分かります。で このペプチドは幸い私たちの体の中のタンパク質で同じようなものを作るものはなかったためにワクチンを打って自己免疫病が起こるということはまあ絶対なかったわけですがところがですね例えば他のウイルスに対してワクチンを作ったりしていく中でですねそういうことが起こらないっていうえ保証は全くないんですね。 ですから、まあ、そういう意味で、今後、ワクチンを設計するときに、そのフレームがずれたときに問題ないかを調べるとともに、まあ、このグループは、この問題のある、まあ、トランスファー RNA のところを、えー、ちゃんと問題がないようなメッセンジャー RNA に変えてやるということが、ちゃんと技術的にできてですね、ですから、ワクチン設計時にこういうことが分からないように、 めからこれから設計してていってもらう、まあ、こういうものをちゃんとレギュレーションに加えるということが大事でですね、まあ、一歩一歩この問題を解決しながらものを新しい有効なものに変えていくということの重要性というのは分かってもらうと思いますね。でもうでもう一つですねあの僕がそのこれから大きく変化するんじゃないかなと感じている。 でいくつか論文も紹介しましたが、これがそのラスの阻害剤の開発なんですね。で、えっと、これまでもラスの阻害剤が開発されたっていうことを、えー、紹介してきましたし、それからあの、そうですね、去年かな、一昨年かの、えーまあ、トップニュースにはですね、この営ラス阻害剤が開発されて臨床に。 アームジェンによって、えー、提供されたっていうのがトップニュースになっていました。でなぜこのケーラス阻害剤が大事かっていうとまあ実際に私たちが見るがんの半分近くがこのケーラスっていうものをドライバーとして使ってるからなんですね。で実際に今までの阻害剤っていうのはこれはアームジェンの阻害剤ですけどもこの k まああが持っている、まあ、小さなポケットですね、GPP 結合ポケットのお、まあ、突然変異のあるところですけれども、そこにこういうふうに当ては、ポポッとはまる、きれいにはまる離岸、まあ、化合物を探してきているわけですね。で、まあ、こういう形でその一般的その創薬という形であの,の方法を使って、今まではラスの えー、阻害剤が開発されてましたところがですね今年になって結構面白いラスの阻害剤が開発されるようになってきたで一つが、あのー、紹介したですねこのラスのまあ,あこの結合部位にですね機能をブロックするタンパク質を連れてきて。 で要するに、日チも幸もいかないようにしてしまうという阻害の方法なんですね。今まではここに物を当てはめて、他のものがひっつかないようにしてたんですけども、この小さな分子じゃなくて、大きなタンパク質そのものを連れてきてですね、えーまあ、動けないようにするっていう治療法がまあ開発されています。 えー、その当時藤沢薬品の後藤先生が開発した FK506 っていうのがあ、まあ、その典型でですね、えー、FK バインディングタンパクという、まあ、こういうふうな、えー、全体のインヒビターをですねもともと免疫に大事なカルシニューリンっていうものにこう,こういうふうにひっつけてしまってカルシニューリンの機能を抑えたことによって 免疫反応を抑えるっていうことがでできたんですねでこれをやったのが、まあ、このグループで、えっと、どこの大学でしたかねあの結構えもうすでにフェーズ1に入ってるっていうことも書いてあってですね、えー、これは期待できると思いますねでしかもあの今までのお薬っていうのはここに書いてあるように、えーまあ、ラスの変異の中のほんの一部ですねこの、えーじ えー、G12C という変異だけなのにそれにしか効かなかったんですねところがまあこういう新しい方法では多くのラスそれから今後他のいろんなラスにも、えー、薬剤を開発できることが分かってきたので、えー、大きなブレイクになっていく気がしますでこのようにニッチもサッチもいかないっていうことについてはですね まあ、もう一つやっぱり注目しているのが日本の中外製薬のグループの研究です。でこれはですね、えーまあ、日本の論文をあまり紹介しないようにしているので、えー、紹介しませんでしたがその代わりに今日ぜひ紹介したいと思いますがこのイープラさんっていう方もう全くご存じあげないですけどものグループがですねこの、えー、ペプチドを使って えー、大きなペプチドを使って抑制するお薬の開発に成功してるんですね。で、これもフェーズ1にいっています。で、この研究のすごいのはですね、もともとこういう大きなペプチドを使う、先ほどあのペプチド薬の話し,しましたけれども、まあ、歴史的に見ると、この FK506 と並んで使われ、免疫抑制に使われている。 サイクロスポリンというのが、えー、大きな感情、まあのペプチドなんですけどもどうしてそれがそんなに経口投与で、えー、効くのかっていうことの検討からですね、えー、実際に経口投与して体の中に入っていく大きなペプチドの、まあ、条件っていうのをまず決定してるんですねでその決定の上で えー、たくさんの実際にアミノ酸っていうのは自然なアミノ酸だけ以外のものをたくさん使うんですけどその中でラスに、えー、結合するあのこの環状ペプチドをもう発見してるんですねでそれをおまあ,あの最初のヒットから、えーまあ、ものすごくよく吸収されてなおかつがんに 効くっていうルナ18っていうのを開発されたっていうのがこの論文なんですけれども、えー、まあ本当に力作っていう風うなよく書けた論文でですね、えー、実際にできてきた、えーまあ、お薬ルナ18はですねなんと30ピコモルって、まあ、いわゆる薬の専門家から言うとおいそんなに効くのと思うぐらい かなり、まあ、低いい濃度で効果があるととうこはおかつですね、えー、ちゃんと経口投与可能で,で、動物に注射して、が、え、ん、ー、を抑えるっていうことが、えー、あってですね、しかもさっき言った G12C っていうだけではなくて、ほとんどのラス K ラスの突然変異を,をブロックすることができる。 でこれはですね、これは私は勝手に考えてるんですけど、今までの小さなリガンドと違って、これ、タンパク質を持ってきて、完全にブロックするのと同じように、まあ、ニッチもサッチもいかないような、えーまあ、ラスの構造を、えー、強いるという形で、全く新しい創薬あプラットフォームができたんではないかと僕は思っています。ですから、ぜひ、これあの、えー、日本でもですね、 今フェーズワンに行ってるっていうことがこの論文に書いてますから、えー、このお薬が使えるようになるとですね、えー、多くのがんにこのお薬を使えるということで、まあ、がん治療の一つのブロックバスターになってくれるんではないかなと期待しておりますで、えー、あとおまあちょっとこのお真面目な話から次にちょっとお面白い 一番面白かった論文がこの、まあ、フォームフォーム論文って言ってますけれどもペンギンのうたた寝の話を紹介しました。でこれはサイエンスについこの前出たんですけれども実際に野生の動物に脳波形を入れてですね実際には脳の中に突っ込むんですけども脳波形を入れて、えーえー、野生行動とともにいつ寝てるかっていう調べることができます。で実こののペンギンギいうのをですね、えー あの卵を孵、まあ、化させて子供をずっと抱きながら育てるんですね。ですごいのは実際にもう片割れですね、まあえー、オスかメスかどちらかが魚を取ってオスのところに持ってきてオスに魚を食べさすんですがその時に実際にはずあの消化してしまうんではなくて。 ほとんどをいいからもう一度戻して子供に与えるということをやるんですね。で、その間、ずっとあのペンギンはほとんど絶食状態、すなわち体の、まあ、脂肪を使いながら生きていくということが分かっていてですね、実際に一、まあ、月ぐらいほとんど、まあ、あ魚を食べずに子供をまああ 何て言うかな守っているっていうことは知られています。でその時にやっぱりあのレベルいわゆるケトン体のレベルって極めて上がって、えー、実際に断食状態にあるということはわかるんですけどもそれだけではなくてやっぱり子どもっていうのを見守る必要があるわけですね。もうただ食べさすだけではいけない。でそうすると一番問題になるのは睡眠です。でぐっすり寝込んでしまえばあのあまりこの 局,局地ではですね子供が何か天敵に襲,襲われるということは少ないらしいですけれども、周りに多くのペンギンと共に子育てしますから、結局、他のペンギンがちょっかい出してですね、殺されることがあるんですね。ですから、そういうことから子供を守るためには寝るわけにはいかない。じゃあ、どうして寝てるのかということを調べる。 研究は行われ、まあ、ここにあるようにこれスローウェーブで目が閉じるっていうプロセスが起こるのをずっと観察してるとなんと1秒ぐらい1秒より短いそのうたた寝をまあともかく大変なんでも何とも繰り返して睡眠時間を確保してるっていうまあ 大変面白い研究ですねで実際野生動物の脳に、えー、脳分けを入れるっていう研究が今いろんなところでどんどん進んでますし、ね、ずっと昔にガラパゴスの軍艦鳥が1,000メーターぐらい上がってからすっかり寝てですね順番に下に降りてくるっていう話も紹介しましたがこの睡眠の研究っていうのはまあなかなかいろんな面白い話を、まあ、私たちに教えてくれると思います。 それからもう一つのあの今年の大きなニュースの一つは、まあ、これはまあ個人的な部分もあるんですけども、やっぱり、うん、あのいろんな形で、えー、支援してた FOP、実際にはアクチビンリセプターの、えー、突然変異によって起こる、まあ、全身が骨になる病気の治療がほぼ可能になったとっいうことで、これはまああのズーム配信もしましたが。 えー、ここに示されているように実際に、えー、2015年にですねこの普通なら反応しないアクチビンに、えー、変異したリセプターが反応してしまうということを、まあ、このディジェネロンのグループは見つけたんですねでこの,この論文が2015年ですからよから8年してですねまあ実際に それをこのアクチビに対する抗体を使うと、えー、新しい骨がほとんどできなくなるということを、まあ、治療成績として、えー、示すことができてるわけですね。でも、まあ、もちろん世界中に患者さんそう多くはないので、えーまああのー、大規模治験というわけではないですけれども少なくとも成人した。 えー、FOP の患者さんに関してもですね、新しい骨ができないということで、まあ、今後は実際にまだ正常の生活が完全に営めているような子どもにも、この抗体は副作用なしに使えるかということの研究が進む、でその結果として、多分治療が可能になったということが。 言えるんではなないいかなと思います脳科学もどんどん進むんですけどもやっぱり僕が一番感心したのはこのテキサス大学のグループが要するにやったことっていうのは実際に僕が、えー、例えば漫画を読んでその漫画をなんとか一つの、えー、お話として文章を考えた時にその文章を コンピューターの中で、えー、僕の頭の中にある文章を解読できるかっていうことにチャレンジしたんですね。で、あのー、私の,あのホームページで何度も紹介しているようにですね、脳の中に、えー、たくさんの電極を,を、まあ、設置するという,う方法を使うとですね、かなりいろんなことができます。紹介したのでいうと、聞いた音楽を。 もうまあそういうようなことができるんですけれどもこの研究の素晴らしいところはですね全く脳を分けずにいわゆる機能的 MRI ファンクショナル MRI っていうのからですねこの記録から 完全にに解読が可能になったとということですねでそれどうやってできるようになったのかっていうことなんですけども今までだとここが例えば一知の単語に対応しますよっていうようなアノテーションをつけてるんですがそういうことできませんですからここの反応を、まあ、一種のピクセル化したものをですね一回その GPT1 いわゆる今チャット GPT って言われてるのは、まあ、GPT4 GPT-4 よりもプリミティブなプリミティブな最初に開発された、まあ、パソコンで乗るような、えっと、言語ラ、ランゲージモデルにインプットするんですね。で、最初はうまいこといかはずはないんですが、ともかくこのインプットをつなげて最終的に文章が出てくるように、えー、ともかくできてますから、その文章をファインチューニングをしていくことで、 えー、中の頭の中の中文章を解読できるように繰り返し言ったんですね1人の,あの方に11時間ファンクショナルヘバーライをやらない,いかんというまあいろんなあの大変なことはあるんですけど完全に非侵襲的すなわち脳の中を開けずにこれが可能になってですねここにあるようにこのまあ漫画を見て で、漫画を見た人の脳から、そのコンピューターが読み取ったレコーディングが、I see a girl ですね。ああ、すごいですね、やっぱり。で、that looks just like me,、He、get hit on her back って書いてますね。で、最終的に、then she is knocked out、まあ、倒れてるんですかね。そういうようなことを、別に、 あの頭の中を記録するだけでファのクシマー RMRI で記録するだけでレコードできるようになった。でこれ僕なぜすごいと思うかというと要するに脳の記録をピクセル化してですねでそれ,それを一度 GPT ですね GPT にというまあ言語ラージランゲージモデルに インプットするというこの2つの人工知能系をうまく組み合わすことによって解読が可能になったという点だと思うんですね。で今脳研究ではその AI と脳っていうものを比較したり結びつけたりっていうことがどんどん始まっているように感じます。ですからそういう意味でこういう先駆けになっているという意味でですね大変感心したですね。 でやっぱり、あのー、こういう研究が今後急速に進んでいって私たちの脳の解読であったりそれから実際脳とは何かっていうこともある程度分かっていくのかなと思います。であと2つですねこれからちょっと期待できる技術として、まあ、今年出た中で1つはですねもうこれ去年から他の方で出てるんですけども要するに免疫 反応に関与している T 細胞がどの抗原に反応しているかっていうことを決めるのはもう本当に難しいです。でそれは要するにペプチドと MHC が一緒になったものに反応するわけで,でそれをおー、まあ、ペプチドを予想するということがなかなか難しいためにランダムにそのペプチドを作ってどれが反応するかっていうことをやらないとダメだったんですね。 でそれに関して、まあ、より分かりやすく、まあ、実際に細胞を使って、バーコードされたいろんなあのライブラリーに、えー、対して反応する T セルを、T セルがどれに反応するかということをちゃんと調べることができるようになったんですね。ですから、今後、その今感染、ワクチン打った T セルがどの抗原に対して反応しているか。 いうことを、まあ、かなり正確につかめるようになったので、まあ、人間の免疫薬としてはかなり大きいんではないかというふうに思います。でこれは免疫を要するに今、まあえー、免疫反応を理解する方向ですけどももう一つ期待してるのが脳の操作ですね。で脳の操作は今まで、えー、もちろん、あのー、脳の中に電極を入れるという形では操作ができるんですけども。 頭蓋の外からどのぐらいできるかっていうのはよく、あのやっぱりいい方法があまりなかったですね、割とお金のかかる時期を使った方法だけがあったんですね。で、それに関してこれがそのノンエン・インベーシブ・ディ・ブレイン・スティミュレーションって書いてますけども、このテンポラリー・インターフェアリング・エレクトリック・フィールドっていうのを、まあ、これ総合にこう、 干渉し合うエレクトリックフィールドを使ってある特定の場所に一定の、まあ、あ周波数の刺激を与えることができるんだけでこれはね今後進むっていう感じしますねで、あのー、割と安価にやれるっていうことと、えーまああのー、実際にすでに例えば海馬に刺激を与えることで記憶を上げたりですね それからまあパーキンソンの患者さんなんか使えると思うんですが、洗浄体にまあこういう方法を使って、運動をスムーズにするっていうことが、もうすでに報告されていますから、そういう意味では、この方法っていうのは、脳の実際の操作方法として、かなり期待できるんじゃないかなというふうに思います。 でこれが2つの技術ですが、最後にですね、なんといってもやっぱり今年は、この生成 AI の,、まあ、あの元年と言ってもいいんじゃないかと思います。でそれは一般の方がこの生成 AI っていうものに対して、より、まあ、チャット GPT や GPT-4 で、あるいは BART で、えーまあ、あの認識していただいたということがあるんですけれども、えー、これはチャット GPT で書かした。 あの図ですけれども実際にはですねやっぱりあの人工知能の中でラン,ランゲージモデルの研究というのも結構長くあってですねでその中でブレイクしたのはこの2017年のトランスフォーマー・アテンションというグーグルのモデルの発表なんですね。ですから ここに始まってるっていうことが言えるので、まあ、実際に、まあ、もちろん他のおいろんなテクノロジーもあってその集大成としてあったのかもしれませんけれどもこれノーベル賞100個挙げても悪くないぐらいやっぱり素晴らしい研究ではないかと思います。でその結果ですね、えー、今年は要するに、まあ、テキストを使ったランゲージモデルで大騒ぎになっていますけれども。 生命科学でいうとですねこういうテクノロジーはもう大きく物事変化させてるんですねで一番最初に出てきたのがもうあのチャット GPT ずまあ2年ほど前にアルファホールドあるいはえっとどうですかねえっとロゼッタっていうような方法ができてきてこれも同じトランスフォーマーアテンションっていう方法を使ってるんですね でこういう方法を使うことによって何ができたかというと今まで、えーまあ、あ実際にアミノ酸や DNA のシーケンスからタンパク質の構造を予測することはそう簡単ではなくでこれができるまではだいたい40万種類のタンパク質の構造が専門家によって決められていたという状況がですねこの予測ソフト とアルファフォールドができたおかげでその構造がある程度決められるというのがなんと2億個に、まあ、ジャンプしたっていう、まあ、大きな変革がもう生命科学では起こってるんですね。でそれ以外にもあの例えば画像解析なんかに関してはですねもう本当にすごいなと思う目を見張る変化が起こってます。で今までは でもその X 線でこれを見た時にえっとまあ、えー、右用にこういう影がありますよっていうようなことのこういうアノテーションをつけてでこいつを AI に覚え込ませたわけですね。でところがですね、えー、これはまあこれは2019年だと思いますけどもトランスフォーマイルができてからは、えー、ちょっとこう異常や正常やっていう。 程度のことを、まあ、機械に言うだけでですね、勝手にそのレントゲンのコンテクストを拾って診断できるようになったとっいう論文が、まあ、これ、スタンフォードから出てますね。で、これもあのチャット GPT よりずっと前に出てるわけです。で、今年に入ってですね、えー、もちろんあのお違った。 あ新しいですね、あのこのグーグル、特にグーグルから、えー、いろんな方法が <coughs> あのできてですね、一番大きなと思うのは、このグーグルミッセンスっていう方法ですけれども、これ、あまり詳しく紹介しませんが、実際に例えば患者さんの遺伝子解析があってもですね、今、診療しているお医者さんに関しては、よほど、 まあ、専門家の、まあ、解釈をちゃんと送ってもらわないと何を見てるかわからないという状態やったのがそれを今患者さんが持っている突然変異がどういう意味があるかっていうのを、まあ、あの簡単に診断して教えてくれるようになるその専門いわゆるインフォマティストという専門家をスキップして日常臨床に持ってくることができる。 で情報であればもう本当に細胞そのもののシミュレーションも可能になるというのも今年、えー、論文が出ましたもう言いませんけれどもでこういうことをそれから画像診断でもですね今はあのチャット GPT 等と大規模な、えーまあ、あどう,うで言わなコンピューター,あーの話が圧倒的に多いですがそういうものに合わせて 結局、まあ、インターナルなパーソナルなコンピューターをリンクさせて、例えばあこの場合は眼科ですけども、眼科のお医者さんが自分らのデータを診断に使っていくということもじできるようになったということでですね、まあ、これはあのー、今年のどう言いまんすかね、チャット GPT だけではなくて、本当にこの新しいトランスフォーマーを使って、 た生命科学の方法っていうものがまあ本当にウゴのタケノコのように論文として現れてきているっていうのがまあ私の印象だと思います。以上がまあ実際のうん今年の科学を振り返ったまあ私自身の感想も含めていろいろご紹介しましたけれども。 もし何か問題、あるいは質問があれば、ですね、私のホームページの方に連絡していただいて、していただけば、まあ、答えられる限り答えるようにします。それから、まあ、こういう問題については、ぜひまた YouTube で知,ら知りたいということがあれば、リクエストをしていただければ、まあ、いくらでも計画しますので、皆様からのお便りをお待ちしています。 以上です。では、あえー、まあ、よいよお年を。